今回は実話エゴサしてるジャニーズをご紹介します。多くの人から注目を浴びるジャニーズメンバーですが、自身がどのようにネットで書かれているかはやはり気になるようですね。いいこともあれば悪いことも書かれているネットですが、誰がエゴサをしているのでしょうか。松本潤、嵐。松本さんは2019年12月1日に更新したブログ「エンジョイ」にてファンの SNS を見ていると明かし、話題となりました。このブログが書かれる前に二宮和也さんが嵐の活動休止前のタイミングでご結婚、そして公表したことに対して多くのファンが動揺していたことについて言及したものでした。松本さんはブログでみんなの気持ちもわかると、ファンの気持ちに寄り添う文章を綴っていました。さらには情報過多になってしまったことにより戸惑っている人がいるというのも SNS 上で見ていますと、エゴサーチしてファンのツイートを読んでいることを明かしました。これに対して多くのファンはファンに寄り添ってくれているの感謝の気持ちを明かしています。同時に SNS 上でファンは当時かなり荒れていたので松本さんが目にして傷ついてはいないだろうかなどと心配する声も多く投稿されていました。松本さんは自分の評価のためのエゴサではなく、ニュースによるファンの方々への影響とその不安な気持ちに寄り添うためにしていたのですね。櫻井翔、嵐。櫻井さんがエゴサをしているのはファンの間でも有名のようです。ご本人がエゴサをしているというのを明言したわけではないですが、ライブの MC やインスタライブなどでエゴサをしているからこそわかる情報などを公開していたことでそう言われるようになったようです。櫻井さんがエゴサをする理由は自分の評判ではなく、グループ活動の参考としてファンの声を見ているようですね。丸山隆平、関ジャニ∞。丸山さんは2016年3月24日に放送された関ジャニ∞、村上信五と丸山隆平のレコメンにてエゴサをしていることを明かしました。忙しい丸山さんは移動時間などを使ってエゴサをしているそうですよ。やはりエゴサをしているといいことも悪いことも書いてあるそうなのですが、そういう投稿を見てなるほどなと思うと明かしています。そうは言いつつもやはり丸山さんも人間なので正義の力よりも悪の力の方が強く感じるとも話しており、悪い評価はどうしても気になってしまうようです。また2017年7月29日にもエゴサのことについて触れており、丸山隆平と調べると一緒にハゲというワードが一緒に出てくると明かしています。それも受け入れて前髪を上げておでこを出していた髪型をやめて前髪を下ろすようにしたと話しています。そういった自身のこともエゴサしているようですが、出演番組が放送された後には自分の思いはちゃんと見ている人に伝わったのか、自分の言葉が誰かを傷つけていないだろうかという気持ちでエゴサをするのだそうです。これはあくまで自分自身のことを客観視するためだと話しています。エゴサというよりはマーケティングや情報収集に近い感覚で調べているそうです。そういったエゴサをしている中で不意に嬉しい出来事にも出会うそうで、自分のために作ってくれた料理などの投稿を見つけると嬉しくて愛惜しい気持ちになるとも明かしています。ファンの方々も本人が見てくれるかもと思うとついつい張り切って料理など腕を振るいたくなる気持ちもわかりますよね。北山博光、キスマイフット2。北山さんはエゴサをして昇進してしまったうちの一人です。2016年8月16日に放送されたテレビ中居正広の身になる図書館に出演した際にエゴサエピソードを明かしています。自分の名前をネット上で検索してみたところ、大型電子掲示板サイト2チャンネルの書き込みを収集編集するまとめサイトにたどり着き読んでいたそうですが、そこには激論北山はなぜブサイクにいないのかというタイトルのスレッドの中に、ブサイクのファンが北山はブサイクにすらいらない、私はこの4人が好きだと書かれているのを見つけてしまったそうです。さすがにこの発言には北山さんも落ち込んでしまい、中居さんは気にしなくてよいと思っちゃうんだけどねと励ましていましたが、やはり自分事となるといらないと言われたら気にしなくてよいと言われても気になってしまいますよね。それ以来北山さんがエゴサでトラウマになっていないか心配です。千賀健とキスマイフット2。千賀さんは2020年1月に放送されたキスマイドキドキに似て結構エゴサをしていると明かしました。その放送回ではメンバーと公開エゴサをしていましたが、良い評判のものばかりだったのか
終始上機嫌な様子でした。また2022年のオリエンタルラジオ藤森慎吾キスマイフット2千賀健とのラジラーハッピーニューイヤーでは、千賀さんの書き初めが収録中もエゴサーチというものでエゴサへの強い意気込みが発表されました。千賀さんはエゴサは自分に対していい意見は全くいらない、反省点やアンチを見つけた方がいいと明かしています。心ないアンチにもへっちゃらのようです。良くないものを吸い上げて改善していくスタイルのようですね。調べるときにはファンからの呼称であるセンちゃんではなく、あえてセンガで調べているということも明かしています。河合文と ABCG。 河合さんは2016年4月18日に行われたザ少年クラブの収録現場でツイッターを見ていることを明かしました。ジャニーズではまだその当時 SNS は禁止されていた時期なので、アカウントを密かに作ってみていたのでしょうか。また2022年10月19日に放送された本までっか TV にエゴサーチやめられない芸能人集団人生相談として出演した際にもエゴサの件を話しており、自身のあだ名ふみきゅんで検索するとファンしかいないからみんなが褒めてくれていると検索の方法まで明かしました。河合さんの場合はいい意見を見て気分を上げるためにエゴサをしているようですね。ラウール・スノーマン。ラウールさんは2020年8月27日に更新した公式ブログにてエゴサをしていることを示唆する内容を投稿しました。内容は2020年8月26日に配信された緊急生配信ジャニーズワールドハッピーライブウィズユージュニア祭りウォッシュユアーハンスにデビュー組のラウールさんと渡辺翔太さんが特別出演したことによって、一部のファンからジャニーズジュニアじゃないのになぜ参加しているのかと批判があったことに対して、お邪魔しましたとは言ったけど本当に邪魔でしたみたいな空気は普通に傷つくんでやめてください。自分が嫌だったことを今後他の人にもしちゃダメだよとファンに対して苦言を呈したことで、ファンからラウールさんがエゴサしてジュニアファンに説教したと炎上してしまったという出来事がありました。また過去には向井康二さんとのやり取りでエゴサをするかどうかのトークをしていた際に、気分を良くするためじゃなく次につなげるためにエゴサをしているということも明かしています。小内優吾ストーンズ。康二さんは以前メンバーのジェシーさんに康二さんが優吾くんというキーワードでエゴサをしているということを明かされています。康二さんは自身が出演しているバラエティ番組の放送中にはリアルタイムでエゴサをしてしまうということを明かしています。視聴者目線でどういうところを見ているのかというのを調べて参考にしているようです。今回は実はエゴサしてるジャニーズをご紹介しました。自身の良い情報を見たい人もいれば、悪い情報も全て改善点につなげるために見ている人もいて、エゴサ一つといってもいろいろな使い方をしていることが分かりましたね。ご視聴ありがとうございました。